博士、最近のテレビ番組って散歩の番組って多くない？確かにそうじゃな。サマーズさんや高田純次さん、タモリさんや鶴瓶さんもやっておるな。この番組もどこか散歩に行きたいの。あとバスでのブラッド途中下車の番組も多いですよね。徳光さんやサンドイッチマンさんみたいなバス旅の番組もやりたいですね。それいいよね。ドクター須田のぶらり途中下車の旅、当然私はマドンナ役。いいなー、やりたいなー。そうじゃな。そしたらわしは富岡の町へ散策に行きたいの。世界遺産の富岡製糸を見て、市内の町並みも風情があり好きなんじゃよ。僕は隣の県にはなりますが、足利市が大好きなんですよ。森高千里さんの渡良瀬橋の歌詞に出てくる聖地を回るのは最高ですよ。そういうのも素敵よね。うろこも行ってみたいな。渡良瀬橋から八雲神社、そして床屋の角にポツンとある公衆電話を見てから、美味しい芋ようかのお店、その後歴史のあるクレープ屋さん、そして足利学校のそばにあるあんみつ屋さん、そしてちょっと待って、セニョール食べてばっかりやないかい。それじゃあ散歩の旅ではなく食べ歩きの旅じゃないの。それでも旅番組をやりたいよね。でもこの番組予算がないからな。ね、浦子君。そうなんだよね、博士。そうじゃの。無理みたいじゃな。ではここで研究するしかないな。今回はこれじゃ。BTC をトラブルなく安全に利用せよですね。はい、博士頑張りましょう。 BTC のトラブルといえば、当然ゲートが通過しようとしてもゲートバーが開かないことになるんじゃが、浦子君、そんな話は聞いたことはあるかな。あるある。以前お友達がね、 ETC ゲートを通過しようとしたらゲートバーが開かなくて焦ったって言ってたよ。では ETC ゲートが開かない、そんな時はどうすればよいか、セニョール君は答えられるかな。はい、まずは絶対にバックしてはダメ。そしてその場でハザードランプを点灯し、後続車に合図を行い、インターホンより係員の指示があるので、その場で待ち係員の指示に従うですよね。料金所とはいえ高速道路上、決して車の外に出てはいかんぞ。でも浦子君、お友達はどうして ETC ゲートが開かなかったんじゃ。なんか ETC カードは新しいのが届いてたんだけど、入れ替えずにそのまま使っていたら有効期限が過ぎちゃったみたいだよ。博士、 ETC ゲートが開かない理由って有効期限以外に何があるの。そうじゃな、カード側の理由としては、ETC カードの IC チップが汚れていて読み取れないこともあるんじゃ。その場合は乾いた布で汚れを拭き取ってあげればいいんじゃよ。あとカード側の理由として、サービスエリアやパーキングエリアで入場した時と違うカードに入れ替えた場合もゲートバーは開かなかったんですよね。あ、それってやっちゃいそう。途中から今回の高速料金は友達のカードで支払おうなんてことありえるもんね。次は ETC 本体側の問題として、 IC チップを読み取る接点が汚れていてもカードを認識しないのでゲートバーは開かないんじゃよ。 ETC の接点って汚れるものなの。車の中って意外と汚れてるんだよ。外気からの排気ガスや細かなホコリ、そして靴のまま乗ってるんだから砂なども狭い隙間に入り込むことがあるんだよ。あとセニョールの場合は食べかすもね。でも博士、 ETC 内部の汚れってどうやってお掃除すればいいの。分解しなくちゃダメなの。いや、分解しなくても大丈夫じゃ。 ETC 接点クリーナーという商品があるので、それを使えば分解不要、バッチリ綺麗になるぞ。その ETC 接点クリーナーってどういう仕組みなの。お掃除大変。いや、簡単じゃよ。
クリーナー本体の不織布に専用のクリーナーを数滴垂らし本体に挿入するだけなんじゃ。もちろんこちらの商品はスバルのお店に頼めばいいんですよね。楽しいドライブには ETC を理解し正しいメンテナンスで安全に使うで決まりじゃ。